朝北区は、広島市を構成する八つの行政区の一つ。1980年4月1日広島市の政令指定都市以降と同時に設置。合併で、広島市に編入された、旧朝郡朝町、旧朝郡壁町、旧朝郡茅野町,町、旧高田郡白木町からなる。旧壁町に区役所があり、旧朝町、旧茅野町,町、旧白木町には、 朝日拓役所の出張所が置かれている。広島市に合併後は、住居表示実施により、旧加谷町の全域、旧加部町の一部及び旧朝町の朝日が、岡地区には、旧町名は残っていない。山がちな地形であるため、区の面積は、広島市の八区の中で最大であり、広島市の総面積の約40%を占める。なお、2005年に、旧斎金郡行町が、 再帰区に編入される前までは、総面積の約半分を占めていた。また、全国の政令指定都市の行政区としても静岡市、青井区、浜松市天竜区、札幌市南区、岡山市北区に次いで5番目の大きさとなっている。1905年に横川壁間を国産初の乗り合いバスが走ったと言われている。横川駅には当時のバスを復元した、か、 横バスの名称で、レプリカのバスが展示されており、イベント等で借り出されることもある。広島市の中では高齢化が進んでおり、近年は人口が微減している地区である。宅地開発によって、山際まで住宅が建設されているが、集中豪雨によって地盤の軟化が起こりやすいマサドが主体の地盤が多く、1999年6月の 豪雨や2014年8月の豪雨及び2018年の西日本豪雨などでは大規模の土砂災害が多発して山際の住宅地に大きな被害が出た。ニュータウン警察消防以下に記載する商業施設は大規模で広域集客力のあるものに限定し店舗の大まかな説明も記載している。百貨店はサテライト店舗でないもの、ショッピングセンターは 原則1万平方メートル以上としている。ただし、施設が集積しているなどしている場合は、例外的に掲載している場合もある。私立公立公立私立公立公立私立,立、公立私立中心駅は、壁駅。浅北宅壁の初夏の風物詩である、高松さんの大文字焼広島市の文化財、有形文化財、建造物、広島市の文化財記念物、史跡、 広島市の文化財記念物、名称、広島市の文化財記念物、天然記念物、広島市の文化財登録文化財より、ありがとうございます。